大丈夫ですか？どうしたらいいですか？はい、チェーンでいい感じで、はい、皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は結構質問とか、コメントをいただいていた、街中で車椅子の人を見かけたらどんな風にサポートしていいか分かりませんということに対しての寸劇というか、こういう風に手伝ってもらったりとか、こういう風に声かけてもらったら嬉しいなという、まあ、私個人的な意見なんですけど、それを寸劇でやってみようと思います。楽しくお伝えして皆さんにこう理解していただけたらなと思います。ではやっていきます。はい、こんな感じで、素通りしてしまう人の心境として、まあ、私なりに考えた心境なんですけど、やっぱりどうしていいかわからない、どうか声をかけていいかわからない、もしかしたら余計なお世話とか、なんかおせっかいなのかもしれないっていう心理が働いて、気にしながらも声をかけなかったっていうことがあるのかなっていうふうな思いで、このシーンを撮りました。まあ、実際私も東京とか行くと人数がすごい人がね多い分、誰かがもしかしたら助けるだろうっていう感覚で、声をかけないっていう場合があるのかもしれないんですけど、まあ、だからそれが絶対的に悪いっていうわけではないんですけど、まあ、もし、よかったらっていうので声かけ編っていう、こんな感じで声かけてほしいなっていうのも撮ったので、ご覧ください。はい、続きまして、砂利道、まあ、どうなんだろうな、砂利道を一人では基本的に選ばないけど、もし仮に砂利道を進む場合の進み方をちょっとお伝えしようと思います。まず一回自分で進んでみますね、砂利。じゃあ、ここら辺はさ、いけるかも。細かい砂利はいけるんだよね。細かい砂利だんだんしてるって言いながらさ、意外と進めてるんですよね。砂利、進めない砂利がね、あった場合をじゃあやってもらいましょう。お願いします。はい、こんな感じでね、キャスターを上げながらこっちのタイヤで走ります。疲れる、これ疲れますか？どこが疲れる？腕の、手首の辺が。どういうことを意識してますか？あんまりこうグラグラならないように進めるようにするには、なんか手首にこう、こういう状態なの、こうスナップ引かせてる。あ、そうそう、そういう感じ。なるほど、で結構
手首に負担が来る感じがします。腰は痛いですか？あ、腰は大丈夫。あ、腰は大丈夫、うん、大丈夫。本当腕って感じ。腕、はい、なるほど。じゃあこんな感じでね。でも本当にこのやり方は結構神社行くときにさ、結構使う、神社とかもこういうね、花見のときとかはやってもらうことが結構多いです。ボタンとか、はい、この横断歩道の段差っていうのも結構大変な部分の一つで、平坦なところだとまあ問題なく進めるんですが、段差、結構な段差があって、なおかつその後にこう斜めになってるっていうところだと、段差も越えなきゃいけないし、その急なところも登らなきゃいけないっていうので、まあ私個人的には大変です。点字ブロックっていうのも本当は車椅子ユーザーにとって、まあ、ガタガタになっちゃう分あんまり嬉しくないところなんですけど、視覚障害の人たちにとっては大切なものなので、いらないとかそういうことではないんですけど、まあ大変なんだよっていうことです。で、この段差を越える時とかは、こう東京に行った時は先に横断歩道の先をこう確認した時に、わ、あの段差無理そうだなとか、傾斜っていうのはきつそうだなって思ったら、もう渡る前から私は、まあ、隣にいる人、今から一緒に渡る人に、すいません、渡った後に、押してくれませんかっていうのを言うようにしています。でもそうじゃなくても、自分で全然渡れそうだなっていうのを言った時に段差越えを失敗した時は、こう前のめりになってこけそうになったこととかあるんですけど、その時は、今の動画みたいに、歩いてた人が、あ、大丈夫ですか、どうしたらいいですかっていう風に声をかけてくれたことがありました。なので本当に横断歩道って、車、右折左折してくる車が来たりとか、ちょっと個人的にはこう急げ急げっていう気持ちとかがあるので、なんか横断歩道の時車椅子の人を見かけたら、ちょっともう気にしながら渡っていただけたら嬉しいです。で、スーパーコンビニに行った時のこの陳列棚の上の部分っていうのも、もう取れないことがやっぱあります。スーパーの場合だと、まあ、人も店員さんの数っていうのも多いし、あの品出ししてる人とかも結構いるので、私はスーパーの時だと店員さんに頼むことが多いんですが、コンビニだとやっぱ店員さんの数が限られてるのと、そのレジにいる人をわざわざなんか
すいませんって呼ぶのも申し訳ないと思っちゃうので、コンビニの場合は近くにいる人に私は頼むことが多いです。ただなんかすごいこれは難しいんだけど、今この状況、このコロナの状況の時にこうなんか人との接触っていう部分をすごいみんな敏感になってる中で、声をかけて、助けを求めてもいいのかなっていうのが正直迷う時もめちゃくちゃあります。まあ、なのでできるだけ店員さんっていうのもあるんですけど、でも、まあ、こんな感じで、まあ、お店でも外でももし困っているのを見かけたらなんか絶対声かけてくださいっていうのもすごい言いづらいんですけど、お互いがなんかいいよっていう風になるのであれば、ぜひ助けていただけたらなという風に思います。はい、ではこんな感じで、もし車椅子の人がこう困っているところを見かけたら、こんな風にサポートしてほしいんだよっていう寸劇をお届けしました。街中で見かけるときって本当にあまりないと思うんですけど、もし見かけて、今日みたいに何か物を落としてたり段差に引っかかって、ちょっとあたふたしてる感じを見かけたら声をかけていただきたいですし、車椅子ユーザーさんからも、助けてもらいたいって思ったらぜひサポートお願いしますというふうに自分からの声かけを大切にしていただきたいなというふうに思います。ではこんな感じでこの動画が役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。前から前からカメラマンさんと真似してくれたいって言われたらいいよ、前に横歩きしてた。カメラマンさん絶対撮るの上手だから、真似して真似して、クーがカメラマンみたいになる、はい、いいですね。カメラマンさん邪魔だったら邪魔ってどきますね。いいですねって言ってたのファンの。いろんな角度があるね。